西木塚西木塚は、秋田県和野市と和田西木,木地区にある塚。農や、洋曲の、西木木、また、農院奉仕の歌、西木木は立てなからこそ急にけれ今日の細目胸や橋とや、などの歌枕、西木塚として全国に知られている。世阿弥の洋曲、西木木によって、世に広がった。近世ではこの地は、歌枕の地とされており、菅山隅や古川小松県を呼び、 松浦武四郎がそれを記録しているほか、幕府殉検士がここに殉検証を設け、地元民に塚の演起を聞き、細めの献上をしている。石川卓木も、近代地京介から西木,木塚の伝説を聞き、この地に足を運び、数のの国を懐う歌を作り歌っている。また、長子西木,木塚を雑誌名星に発表している。塚は、現在小公園の隅にあり、 菅山澄が犬の伏せた形と表現した大きな置き石がある。公園内には西木,木地区市民センターがあり、そこには資料室が設けられている。この地を訪れた古人や細めの現物などが展示されている。昔、数野ノが京布の里と呼ばれていた頃、大会という人に雅子姫という大変美しい娘がいた。東に二リほど離れた。 大行く先集落の里長の子に西木木を売り返している黒沢万寿という若者がいて娘の姿に心を動かされた若者は西木,木を一束娘の家の門に建てた西木,木は五所の木の枝を一尺余りに切って一束にしたもので五色の彩りの美しいものであったこの土地では旧婚のために女性の住む家の門に西木,木を建て女性がそれを受け取ると 男の思いが叶った印になるという風習があった。若者は来る日も来る日も西金木を建てて、三年三、ヶ月ほど経ったところ、西木,木は先祖にもなった。雅子姫は若者を愛するようになった。雅子姫は五の宮岳に住む子供をさらうというお足よけに、鳥の羽を混ぜた布を織っていた。これが出来上がって、喜びに震えながら、西金木を取ろうとすると、 父は許さぬの一言で取ることを禁じた。若者は落胆のあまり死亡し、間もなく、政子姫も若者の後を追った。父の大会は嘆き悲しみ、二人を千本の西木木と共に手厚く葬ったという。ある僧が重僧と共に京都の里にやってくる。そこへ西木木を手にした里の男と細目を持った女の幽霊が現れ、西木塚の言われを説明し、塚の中に消える。 里の者に言われを聞いた僧は、塚の前で度胸をすると、二人の幽霊が次々に現れ、感謝を述べて、今度は女は男の求婚を受け入れ、男の幽霊は感謝の舞を踊る。朝になると、そこには塚があるだけだった。ありがとうございます。